はい、今日は予選が終わりました。結果は4番手、これはですね、多分ドライ晴れた状態でのチームにとって500に上がってからのおそらくベスト順位だと思います。トップは、上の3、特にトップ2台は、ちょっと早すぎて、まあ、自分たちが 100% の力を出し切っても、その車たち抜くことは厳しかったんですけども、ただみんなで努力してここまでやってきた結果が一つ、まあ、良いチームにとって予選のドライでの最上位取れたことは非常に嬉しく思ってます。明日はこれはみんな言うと思うんですけども、1000キロっていういつもよりも長いレースなので、確実に走り切れば表彰台、優勝も見えてると思います。まあ、僕たちは、500のチームの中でも、13戦連続ポイントを取ってる、安定感のあるそこは強みのチームなので、僕たちにとって1000キロっていう長丁場はプラスに働くかなと思ってます。明日ちょっと天候が雨かもしれないっていうところあるんですけど、それを気にしたところで、まあ、天気は変えられないので、まあ、それは忘れて、とりあえず今日のことを喜んで、また明日は明日で一つでも上の順位を目指して頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。